皆さんこんにちは。各メーカーとも新型車の開発を行う際には新たな技術やメカニズムを搭載することでライバル車に対してアドバンテージを築きますが、一方で斬新なアイデアながら定着しなかった技術も存在しました。そこで今回はアイデアは良かったのに長続きしなかった国産車をご紹介します。1. ホンダ1300。1969年4月にホンダ初となる4ドアセダン1300を発表します。1300は非常にユニークな空冷エンジンを搭載した車で、 1.3 リッター直四空冷エンジンをフロントに横置きに配置し前輪を駆動する FF 車です。ラインナップはエンジンの仕様で大きく2つに分けられ、シングルキャブで最高出力100馬力のスタンダード仕様77シリーズと4連キャブで最高出力115馬力と高性能な99シリーズで、どちらも当時の水準ではかなり高性能なエンジンと言えます。ホンダは1300シリーズを 2000cc クラスのパワー、1500cc クラスの居住性、1000cc クラスの経済性を兼備した車と表現していたほどです。しかし、空冷エンジンの利点である軽量シンプルな構造とはかけ離れた二重空冷という複雑な構造の重いエンジンは操縦性にも悪影響をもたらしてしまい、ヒットしたとは言えませんでした。そこで1972年に社名を145に改め、水冷エンジンに換装されたことで、ホンダの四輪用空冷エンジンは終焉を迎えます。後に1300は失敗作と揶揄されますが、この時に蓄積された生産技術についてのノウハウとシステム化された開発手法は、軽自動車のライフや大ヒットしたシビックに生かされたといいます。 2. トヨタセリカ。1970年にスペシャリティカーとして誕生したトヨタ初代セリカは、高性能な DOHC エンジンの普及の礎となったモデルです。そうした技術面で意欲作だっただけでなく、斬新な販売方法を採用。それは一部グレードを除き、エンジンや内装をユーザー自身が自由に組み合わせて好みの車を作ることが可能なセミオーダープランのフルチョイスシステムを採用していたことです。そのバリエーションはエンジン、外装、内装の組み合わせだけで27通りあり、さらにトランスミッションや塗装、各種オプション品を合わせると選択肢は数百万通りにも及びました。しかし実際には値引きや納期の関係で、それほど自由に組み合わせを選ぶことができないという声が上がり、オーダーの内容に偏りがあったことなどから、モデルライフの途中でフルチョイスシステムは廃止されてしまいました。現在欧州車を中心に少量生産の高級車では、こうしたセミオーダープランは一般的ですが、50年前に量産車で実現していたことは高く評価されています。 3. 日産エクサ。日産の FF コンパクトカーチェリー F2 の後継車として1978年に発売されたパルサーは、新時代のファミリーカーというコンセプトで開発されました。そして2代目パルサーでは、スポーティーな2ドアクーペのパルサーエクサが加わり、1982年のフルモデルチェンジの際にエクサに改名され、独立した車種となります。エクサはクーペタイプの
3ドアハッチバックで、リアハッチの形状が2種類あり、1つはクーペで、もう1つはステーションワゴンのような2室のキャノピーをラインナップ。どちらのタイプもリアハッチの取り外しが可能で、リアシート側をオープンにすることができ、フロント部分の屋根もTバールーフになっていたので、オープンエアドライブが楽しめました。しかし、外したリアハッチの置き場をどうするかという問題があったため、住環境によってはフルオープンにするのは難しかったようです。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。